はい、どうも、こんにちは。今回はまたヘビーレイン、心のきしむとき続きからやっていこうかなと思います。前回は、いや、正直覚えてないんだけど、まあ、多分でも最近ほんとイーサンにスポット当たってるから、まあ、イーサンが何かしら試練をやったと。指切った後ってなんだっけな、指切った後なんかやった気すんだけど、まあ、とりあえずやってっか。あ、てかあれだ。そうだ、イーサンが捕まって、イーサンが逃げたんだ。逃げた後か。とりあえず今のところ誰も死んでないからな。誰か死ぬ可能性あるからな、普通に。やっぱデトロイトと作ってるところ一緒だったらさ、やっぱちょっと気になるじゃん。誰かしら死ぬ可能性あるからな。車。マッドジャックには捜索中の車を盗んだ疑いがある。質問すあー、る言っ価値はありそうてただ。な、マッドジャック。なんだっけ？24時間。ショーン・マーズを無事に救うには24時間もない。なんだこっちで気分が悪い。冷や汗。手も震えてる。どっうちまく行いけばいいの、ばこいいな。れ。普通にこっち行けばいいの？ちょっと待って。ちょっといろいろ見たい。スクラップヤード。盗難車をいじるにはもってこいの場所だあ、な。や、あそおい、てここでめえ、はないな。そこで何やってんだ。こいつか。なんとか FBI かんのとノーか。マン・ジェイデンだ。少しで話もを。悪そうじゃないよ、顔。顔はいいやつっぽいぞ、青普通のに。83年型シボレー・マリブの持ち主を探している。うん。ここにその車があった理由も盗難車かどうかもどうでもいい。誰が買ったかだけ知りたい。悪いけどよ、覚えてねえな。名前を覚えるのは苦手なんだ。あ、なんかこいつ、だいぶ俺好が戦思的いだ出さね。せてやろうか。もし俺たちの追っている男に車を売ったなら、お前も無所に行ってもらうぞ、ジャック。ほら、吹いて脅かそうってのか。そんな車見たことえ、ねえ。度胸あんそしねてな。え。やっぱ体格差がやっぱちょっとあれじゃん。単身乗り込んでるしさ。勇気あんねん。不審。この男は信用できないな。あ、これ使うんすか。で、これと一人で運営してんの？このおっさん。あ、この機能懐かしいな。基本的にはこ結い、婚？どうしてここに結婚が？おっと。基本的にはやっぱこれあれなんだ。ハイテク技術を使った、ハイテク青技い術さんがいるんだ83な。年型シボレーは唯一の手がかりだ。トリプトケイン。トリプトケインのチューブ、ポケットに。あー、禁断症状ね。やるなよ、お前、絶対。絶対やんじゃねえぞ。あ、広がった。おい、大丈夫か、ハゲさん。ハゲさんっておかしいけ血ど。痕が三浴槽に続いている。何、三浴槽って。あれかな、一回コーティング落とすみたいな。あ、こっちじゃないのかな。おー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 。サイズ10、キャブああ、モまあード。まあ、それはあり得るな、普通に。あ、指紋か。多分マッドジャックだ。まあ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 、普通仕事してっからな。指紋のデータも入ってんの？ずる。その機能ずる。でかくね、なんか。探してる車じゃないな。これでわかんの？ タイヤによりけりじゃない？そんなの。後って。俺あんま詳しくねえからわかんねえけどさ。サイズ13、マッドジャックのサイズだろう。そっか、サイズってあれか、アメリカの、あれだからさ、わかんねえな。俺らに身近じゃないんだな、サイズっていう表現は。ピンとこねえよな。なんて何センチって言ってもらわないと。一応触んないとダメなんだな。探してる車と同じブランドのタイヤ。お、犯人の車がここに。ちょっと、マッドジャック大丈夫か、マッドジャック。そろそろだ、秒読みだぞ、もう、マッドジャック。これも見たくね？でこれは触ってないんだよな。仕組みがわかんねえ。
触る必要はないのか別に。あ、後系は触った方がいいのかな。おお、何何何、遺骨。ARI、ガレージの空中にランの花粉の痕跡。おい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 、ランって、おいおい、まずいんじゃないの、マットジャック。ランはまずいよ、マットジャック。そんな確定じゃん。あれ？あれ？出なかった急に。青いペンキの跡が複数。同じタイヤの跡。うん、間違いない。犯人の車はここにあった。めちゃくちゃわかりやすい。めちゃくちゃわかりやすいじゃん。もうめちゃくちゃわかりやすく残ってんじゃん。ペイントしてもらったんだ。てかペイントっていうかわかんないけどさ、車をペイントすることなんていうかわかんないけどなんか専門用語とかありそうだしさ、普通に。ちょっと待って、これランの花粉のマークが、これ一応まあ出ないな、疑い。通称マッドジャックか。役に立たないな。通称マッド。全く関係ないか、何か隠してるかだ。マッドジャック、証拠は掴んでんだぜ。お前の犯人の車があったと言われていることを俺はもう掴んでるから、マッドジャックな。あ、マッドジャック。お、出ていってる。え、なんか言えよ、共有しよう情報はさ。せめてもさ、もう俺ら仲間なんだからさ、もう俺らっていうか、まあ俺、これ怪しいでしょ。てかまだまだあるでしょ、ここ。なんか水筒？水筒じゃない、普通に。ボンベか？あ、うん、なんか特にリアクションしねえな、最近は。これは？メリークリスマス。メリークリスマスって書いてんだ。マットジャック。ちょ、俺、荒野に行きたくないよ、荒野に、マッドジャック。あ、三浴槽だ。これか、三浴槽。はマッドジャック、マッドジャック。警官でしつこく聞いてくるやつがいてよ。二度としゃべれなくしてやったんだ。マッドジャック。マッドジャック、よくないよ。お前と遊んでる時間はねえ。残念だったね。サングラス外した方がいいぜ。お前、このサングラスハイテク機能持ち合わせてるからな。お前、録音機能もあれば通報機能もあるぞ多分。来るぞ。ってか集中しろ。サングラス取れたらやばいよ、まずいよ。サングラスで生きてきたようなもんだからな、頑張れよ。サングラスがあれば力は100倍だったかもしんないけど。マットジャック殺さないで、マットジャック、マットジャックやめよう。マットジャックって名前自体ちょっとやばいやつじゃん、普通に。なんか、お、勝てるぞマットジャックに。あいつ、お、急に浮気だなマットジャック。悪ふざけはおしまいだ。青い車に乗っていた男について吐け。さっさと失せろっつってんだよ、マットジャック。時間がないんだジャック、車の持ち主。正直言え、今言うすぞお前。知りたかろうが俺には関係ねえ。俺は密告者じゃねえ。監禁でも何でもすりゃいい。バア、くそ、イカれちまったんじゃねえのか。おい、言えよ早く。大げさだなジャック、こんなのちょっとした自己防衛。言わねえお前が悪いんだろ。警察マニュアルに書いてある。やるかやられるかだ。言わねえお前が悪いんだ。わかったわかった。あ？思い出してきたぜ。早く言えじゃ。話してやるから落ち着けよ。あ？その男については何も知らねえ。汚れた車を処分して
偽のナンバープレートをつけたがってた。金は持ってたし、俺は細かいことは聞かねえ。それで車が用意できたら、ブルーラグーンのパコとかいう男に連絡することになっていた。それで全部だ。続きは署で聞かせてもらおうか。まあ正直、まあね、正直こいつはそんな悪くないと思う。お前の証言は。くそ、こんな時に。お前の証言は法廷で。おい。やばいやばいやばい。気分が悪そうじゃねえか。部が悪すぎる。いや僕吸うしかないもんな。吸うしかないもんな。これはしゃあないわ。こればっかしはしゃあないわ。後ろ向け。おお、うまい。さすが FBI。ボタンを押し続けてる俺が未だにいたわ。ピュアすぎた。へえ、さすが FBI だな。そういうとかっこいいよな、なんかな。クールっていうかさ、なんかあんまりこう、なんていうの、パワー系じゃないやつがさ、こう、なんていうんだろう。巧みな技を使って捕まえるのかっこいいよな。憧れるわ。あ、このタイプライター。前回聞いたやつか。ああ、てかあれか、事務所か。折り紙殺人鬼がマーフレットを殺したってこと？あ、考えられない。理にかなうだろう。話されちゃまずいことがあったんだ。ゴーディークレーマーを疑ってるんでしょ？こうさ、やつかやつの手下か。椅子にかけるコマンドいる？やつには時間も手段もある。これ、椅子に。しかもやつは性格も異常と来てる。容疑者に過ぎないが、かなり怪しいと思わないか？まあ演出としてね、大事だもんな。全部今回の。何か。もう2年もこのケースを調べてる。資料も随分溜まったな。折り紙の雑誌か。犯人はこういう雑誌を定期購読してたのかしら。まあまあ座ろうか。ここ30年以内に少しでも興味を持ってたなら、名前が載ってる可能性は。まあこれなんぞ、ここで。これ以上500人以上の名前が動かんぞ。載ってるってことだ。お腹空いた。食べるものある？あ？買ってこいてめえ。スクランブルエッグぐらいなら作れるよ。買ってこいてめえがよ。ありがとう。私びしょ濡れだし温まりたいんだけど。あ？シャワー使ってもいい？あ？どうぞ。隣の寝室にある。俺もセクシー作戦来るじゃん。セクシー作戦。気をつけろよお前。なんでお前ダメスクランブルエッグ作らないといけないの。ねえ、買ってこいよセブンイレブンで。あ、名前出したらまずいかな。コンビニで買って、コンビニで。お前のためにスクランブルエッグ、何スクランブルエッグ作らないといけないの。いや、洗い物残ってない今の。ちょっと。洗い物残ってるし、今。あ、残ってないな。優秀だな。なんかハンバーガー直に入ってんだけど。そんなことある？サンドイッチ直に入ってんぞ。サランラップは？しゃあねえな、もう。少な。あ、少ないじゃないの。たまたま干したのが、干してたっていうか、乾かしたのがそれだけだったんだ。はい。二つ割ってね、ちゃんと。スクランブルエッグとか、お前。火つけた？あ、でも火つける前にはそうやんないって言ったらそうだな。目玉焼きなっちゃうもんな。え、ちょっと。わかんないわかんない。つい、火加減わかんない。見れないもんだって。なんか、固まってないっすか？なんかもうバチバチに固まってない、これ。なんかロウみたいになってる、ロウ。ロウソクを溶かしたもの、ロウみたいになってるよ。大丈夫これ。めちゃくちゃ混ぜる。わかんのかな？待って、これ弱火、これ強火、どっち？あ、いい感じか。そろそろ卵ができた頃だ。じゃあ一旦火消すか。
味付けは？味付けした？ねえ、味付けしてなくない？ねえ、それエッグじゃん。味付け、いや味付けないと、ちょっと、いやあ、味付けは、お前、おい、味付け、ちょっと、味付けはちょっと、食えねえよ。あなたのバスローブ、勝手に借りたわよ。ちょっと、君の方が似合うな。確かに似合うね。あら、結構美味しそうじゃないこれ。あ、そう？ノート。それは？あ、取ってたね、お前。マンフレッドから持ってきたノートよ。これによると、ここ10年でロイヤルの部品を買った客は約30人で、まあ、ここ数年でしょ。その中に犯人がいるかも。だがな、30人全員のアリバイを確認するとなると、あ、いや、セクシーだね。だったら両方のリストを照合すればいいんじゃない？はい。折り紙雑誌の定期購読者リストとリストあるんでしょ？ああ、ローレ待て。まあ、一応被害者だからな、急いでんだろうな。早く捕まえたいと思ってんだろう、多分。もし犯人がロイヤルタイプライターを使ってて折り紙雑誌を購読していれば、両方のリストに名前があるはず。せやけどさ。なるほど。ローレン、推測に過ぎないが、そういうことになるな。え、思いついてなかったの、マスコ、お前、それぐらい。ここに名前があるはずよ。ね、犯人を見つけましょう。あ、ミニゲーム始まる？あ、ちょっと今、胸見たよね、今。おいおい。見てるね、今、胸。おい。あ、さあ、まあ、男の子だからな。男だからしゃあないわ。ちゃんとスクランブルエッグ食べた？ちょっと。卵に謝れよ、お前。食わなかったら。俺はともかくとして卵に謝れよ、お前。食わないんだったら。あ、しやったり顔してるね。見つけちゃったよと言わんばかりの。両方のリストに載ってた男は10歳の時に死んでいたんだぞ。あ、どうするんだ。墓掘り起こして確かめるのか。こうは考えられないかしら。犯人が彼の名前を使ってたとか。だがなぜ30年前に死んだ子供の名前を。それを確かめるために来たのよ。名前はジョン・シェパード。近くにお墓があるはずよ。まったく執念深いな。まあ何かしら掴めるかもしんないかな、実際でも。ジョン・シェパードの墓を探すとするか。なんかあれ、あれは違う人かな。なんか掘り起こしてるかと思ったけど今。寒いし、雨だし、外でびしょ濡れだ。これだからこの仕事はやめられないね。子供の区画って書いてるわ。本来ならゴーディー・クレーマーの調査をするところが、雨の中、30年前に死んだ子供の墓探し。あ、そういうのあんの、アイルランド人。そういう感じなんだ。手がかりがあると確信してるな。あ、もうついてきまんじゃない。俺にとっちゃこんな墓場にいるのは時間の無駄だ。感情。墓地は嫌いだ。暗い気持ちにさせられる。まあね。すみません。30年前に亡くなった男の子の相当決心が固いみたいだ。説得しても無駄だな。どこにあるか知りませんか。子供のお墓は隣の区画よ。恥ずかしい。よかったな、教えてくれて。怪しすぎるだろう、普通に。ある男の子の墓を探しているんですがって怪しすぎるだろう、普通に考えたら。大したもんだ、まったく。相当決心が。しゃあないね、俺が見つけてやる、ジョン・シェパード。どこ、シェパード、シェパード。一つ見ない、一つ一つ見ないといけないの、これ、まさか。それくせえな。さっき女ここ通ってたけどな。あった？女。ねえ、俺も結構、ちゃんとした方だね、これ。ないな、ジョン・セップ・シェパード。おい、シェパード？怪しくね、これ。違うな。いたし、ジョン・シェパード。あれ、いなくね、ジョン・シェパード。おいおい。めっちゃ出る。これか？違うな。で、女見てたよね、今、明らかにジョン、ここら辺の墓ね。ちょっと、もうちょ、傘させよ、お前ら、てか。ね、傘さす習慣ないの？アメリカって。ちょっと。どこ、ジョン・シェパード。
で、これあれ？ローマ人カーマスか？ ST？ J？ ちげえな。あっちなんだ、あっち。で、子供の区画と言われてもね、どこまでが区画かわかんないからな。あれは？もうちょっとさ、早く走れねえの、お前。まあ、墓で走るとはよう言わんけどさ。あ、あ、見つけた。それ、それ？あ、どここれ？だいぶ先じゃん。だいぶ先じゃん。新しい。誰かが墓の手入れをしているみたいだ。チェックしてね。これ折り紙だな。え？偶然にしては出来すぎね。確かに。かわいそうでな。そのジョンって子は。ジョン。管理人か。わしはずっとここで働いてきた。墓掘ってたもんね、今な。よく覚えとる。あれは77年の10月だったから。よう覚えてんだ。それはよう覚えてるわ。はタイムスリップした。使えねえガキどもが。こっから出てきやがれ。うるせろ。ほら行け。ちょっと老けてんな。ママが帰ってきたら呼んでやる。これまで入ってくんじゃ。また酔っ払ってる。双子かな。どうしようか。雨降ってるし、外で遊んだらびしょ濡れになっちゃうよ。撃たれないだけマシだよ。雨くらいどうってことないって。行こう、何かしようよ。あ、お父さんかな。事実上の。捕まえてみろや。え、なんで俺が動かさないといけないの。ちょっと、ママはしばらく仕事から戻ってこない。ママがいたらあいつだって僕たちのこと可愛がるのに。絶対もうこうやって危ない場所じゃん。通りだ。ずっとここにいてもつまんないし、遊びに行こうっと。かわいい。あいつに八つ当たりされるよりは雨の中にいた方がマシだよ。捕まえただろ。おい、あれ、何してんの。何してんの。は？えい！あ、連打か。頼むぞ。でもこの子じゃないんだよな。この、なんていうの、デニム生地の子。デニム生地の子があれなんでしょ？ジョン・シェパードなんでしょ？いや、マジか、それ。それ、よくねえわ。よいしょ。頑張れ。ジョン・シェパード。シェパードがあれかな？アメリカ的には。ジョンが名前かな？早い。ジョンは早すぎだよ。絶対待ってくれないんだから。危ねえって普通に。何これ。何これ。何これ、棒は何これ、棒は。電気でも通ってんじゃないのこれ、大丈夫。そんなオブジェクトなんか立てないでしょ、工事現場に。はい。はい。違う。どういうこと。さっさとしろよ、待ちくたびれた。は、ちょ、してる。してるって、おい。はい、意味がわかんねえ、もう操作の。やれやれ、お前ほんとぶっかな。は？ちょ、わかんねえんだもん。何これ、なんか変な動きしちゃった。いや、わーって言う割にリアクション薄いわ、お前。いや、音楽やばくない？ちょっと音楽やばくない？なんかちょっと BGM やばいよね。落ちてくんじゃない、鉄骨が。やれやれ、お前ほんとグズだな。あ？あんま舐めてってぶっ飛ばすぞてめえ、おい。あ？できるだろう。ちょ、いや、ボタン操作だったらできないかもな。えい！おい！もう一回来るでしょ。あ、来ないか。じゃあ、あんまさ、こういうとこで遊ぶのよくないって。危ないよ、普通に。建設現場に誰もいない。最高の遊び場だ。バカ野郎。その遊び気をつけた、気をつけた方がいいぞ。お前ほんとグズだな。あ、ぶっ飛ばすぞ、てめえ、おい。あんまグズとかいいんじゃねえよ。
絶対落ちんじゃん、一番上から絶対一番上から落ちるってこいつ。これいけねえんだよ、まあ、アナログスティックの関係でいけねえんだよ、てめえぶっ飛ばすぞてめえ、おいアナログスティックの関係でいけなかったんだよ今。あプレスでバカにすんだよてめえ、あんまり。あ早く来い、押してるって、あ L2 かごめん L2 だった。いやもうやめとけって。危ない危ない。まあこの高さならまあギリ。よくないよくないよくないよ。はい。あ順番ででも分かりやすいわ。で一回トラップくんじゃないか、トラップ。大丈夫？これもう絶対なんか上から落ちるでしょう。なんか電気は通ってなそうだしな。もうやめよ。やめよ、こういう子供になそうだっちゃダメだぞ。やめやめよ。てな、工事現場で遊ぶっていうシチュエーションがわかんねえわ。あ、建設現場か。あ、いた。そりゃ、その穴やばくない？その穴やばくない？その穴やばくない？で、ウォータースライダーとかじゃないんだぞ、お前ら。あー、よかったよかった。そういるその穴。いや俺はできないって言うよ俺は。お君はやるかもしれない、俺はできないよ。できなくていいもん、命の方が大事だから。命の方がはるかに大事だからな、この一瞬よりも、この一瞬のプライドよりもな。俺は命を選ぶよ、君は知らないけどね。まあ危ないってお前ら。でもまあでも道迷ってない感じ、やっぱ知り尽くしてはいるんだろうな、構造を。それぐらいいつも来てる場所ではあるんだろう。ジョン待ってよ、ついてこい。関係してんのかな、このジョンとこの兄弟はさ。知ってる人なのかな。やばいやばい、むずいむずいむずい。え、これどう、は、わかんないわかんないわかんない。あ、これあれか、手が反応してるわ。どこどこ、手の向きわかんねえ。ああでもリンクしてる、リンクしてるわ。もうさ、手さバランスする意味ある？俺もやっちゃうけどさ、もう感覚的に証明されてんの。手でバランス取ってもさ、言ってやるよ。いやん、いやそれ、ああ助走するのね、ちゃんとタッチアバトルかと思ったらびっくりした。まあいけ、俺は行かないけどな。命の方が大事だから。じゃじゃーん、お、生きてる。やるやん。どうなの、これ誰かを守るために死ぬのかな。ゴー、めちゃくちゃ遊び場広いな。でもこう考えたら、お、生きてるね、まだ生きてるよ。隠れんぼしようぜ。は？まずお前が20数えろ、そしたら僕を探す。いいな。もうさ時間が1、2、あこれボタン押すってことはなんか10秒ぐらいで聞こえるんじゃないの。わーって聞こえるでしょ。8、12、16、20。はい、残念でした。はい、残念でした。単純ちょっと時間がさ、来てるタイムリミットが。どこ行った？これこっちだぞ。おいおい、何してんの？は？まあ、結構俺か秒数飛ばしたのに、秒数飛ばしたのに、なんでなんでよ。じゃ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 、
押してるって。あ？なんでそうなったの？しっかりしてジョン。あ、助けを呼んでくるから待ってて。あ。分かった、急いで。でもこれってさ、敵死じゃん。一応さ。分かった。すぐ戻るね。この子がさ、今映ってるこの子が犯人なんじゃないの？だが助けは来なかったそうだ。ねえ。そして雨水いっぱいのパイプで溺れたんだ。だってさ、その子がっていう。生き残った子はどうなったの？そこそこそこ。うん、両親から引き離されたということしか知らん。養子に出されたはず。その子怪しいね。おや、嵐が来るな。うちに帰った方が良さそうだ。いやいや、もう十分うちに帰った方がいい天気だよ。別にこんな雨の中。本当ひどい話ね。ジョン・シェパードは弟の手を握りしめながら溺れ死ぬ。いや、溺れて死ぬっていうのがやっぱちょっとつながってるよね。ひょっとして彼が折り紙殺人鬼なのかしら。行こう、車に戻ろう。可能性はあるね。ローレン、まただよ。驚かせて勘弁してほしいな。この子は30年前に死んだ。今でも花を供えるなんて一体誰が。絶対兄弟じゃん。もうここには何もない。絶対兄弟しかいないじゃん。兄弟が思ってね、さっきの子。よし、ちょっと戻ってきたな。どうしたの？あ、あそこにいる男。それが？ゴルフクラブ一緒にしたじゃん。チャールズ・クレイマー。ゴーディの父親？何してるのかしら。ジョン・シェパードの墓によりにもよって、なぜ繋がってるな。と親って感じなそうだよな。なんでだ。まあそのところでね。キリがいいから、キリがいいから終わるわ。ちょっと一回オプション押せるようになったらやめるわ。毎回ドアップで始まる意味あんの、なんか怪しいよな、普通に。メッセージがあんだろうか。終わるわ。ごめん、じゃあ、あ出した。